ここはどこだ。ドラゴン。何ぼーっとしてる。アルン早く。メカアーム最大出力起動。アルンさん援護します。一体何を。僕がドラゴン。僕ってそんなに強かった。ともかく行ってみるか。推したちよ、私の道を示す。殲滅対象ロックオン。アンジェルのために。青き空の白き殲滅対象。アンジェルのために。増員の話どうなってる。傭兵のたまり場にも行ったけど、なかなか人が集まらなくて。何せ給料が。だったらバイトでも探せ。短期でも新人でも。なんだこのなりふり構わずの状態は。でも確かに今の警備隊じゃ密輸の取り締まりだけでも手一杯だよな。ジン、また酒場にでも行ってみるか。旅する剣士シュラというものです。もしお嫌でなければあなた様のおそばにお仕えさせてください。シュラさんが仲間になってくれてよかった。警備隊にはあなたのような頼りになるメンバーが必要だよ。いえ、またこの身を預ける場所を見つけられるとは。こちらこそ礼を言う。くそ、こんなたくさんの可愛い子ちゃんを連れて。俺も。あなたはローズレッドとゴールドの服、左官家の貴族でしょうか。ユフェンスワルド左官子爵だ。このファンゼルで最もかっこいい男の一人、ファンゼル美女大全の編纂者。仲間になってやるからありがたく思え。警備隊は平民によって構成されていて、この私の前でこんな美しいお嬢さんを引き入れたんだ。私を追い出そうだなんて無理な相談だ。これこそ左官家の正義である。それでは今日は新人たちの初めての夜の巡回だ。拙者は準備完了である。眠い。左官子爵、どうしても眠いのであれば先に帰られては。断る。私を一人にして美しい少女と二人きり、こんなロマンチックな夜を散歩するなんてもってのほか。あ、逃げるな。また酔っ払いか。違う、何かが来る。あ、チュー。チュー、君は追われてるの。しまった、見つかった。
俺の服に血を飛ばすな。アンゼルのために。八重桜はじゃ斬り。酔っ払いじゃないな、手ごわい。あの、これはどういうこと？なんで追われてるの？じゃあ警備隊は毎日こういう輩の相手をせねばならないのか。今の人員ではいささか厳しいものではあるな。早くさっきの酒場に戻って募集するんだ。魔法使いと司祭がいいな。この2つのクラスの女の子が多いからな。秘密を教えてあげるにゃん。ピカニャンはあなたと。あの、私はチユができます。連れて行ってください。フェルナさん、フィカさん、はあ、なんて眩しい。あなたについてきてよかったよ、隊長。殴るやつはどこかにゃ。フィカが来たにゃ。サカン様、あまり見つめないでください。なかなかいい感じになっているじゃないか、アルン。皆さんのおかげです。数だけ揃ってもダメだ。訓練の仕方がわかるか。人員は適当、訓練も適当では話にならん。適当に引っ張ってくるように言われたのに。黙って人の話を聞け。よし、なんとか形にはなったか。チュー。ああ、そうだ、お父さんとお母さんを探すんだよね、おちびちゃん。そいつは後回しだ、アルン。40分前、ファンゼル東部の辺境の村にスーラーが大規模な襲撃をかけた。何？スーラー？あのとても綺麗で羽の生えた。彼らはほとんど森から出てこないんじゃ。そうだ、そいつらだ。あまりに突然の襲撃で最初の部隊は向かったが、増援が必要だ。しかしスーラーが人間を傷つけるなんて今まで一度もなかった。彼らはとても高い文明を持っていて、それに戦争が嫌いじゃなかったのか。そんなことはどうでもいい。これは戦争だ。グズグズしていると村が大変なことになるぞ。じゃあ彼女は。戻ってからにしろ。ファンゼルの安全が第一だ。そうだな。ファンゼル辺境警備隊、出撃準備。
お疲れ様。なんとか村を守れたね。喧嘩楽しいにゃん。誰か傷を負った方はいませんか？私が手当てを。教会の制服は素晴らしいものだな。あのスリット、あの腰、男性司祭も同じですよ。それは言わないでいただきたい。隊長、一つお伺いしたいことがあります。シュラ、そんなにかしこまることはないよ。何が聞きたい？その警備隊の名は？だからファンゼル変更。シュラさんは警備隊に名前をつけろって言っているんだろう。ずっと警備隊じゃ。前のは俺が招集したチームだからな。これはお前が集めたお前のチームだ。お前が名前をつけるのが道理だろう。3分やる。よーく考えろ。いや、いきなり名前をつけろって。3。ちょっと待って、3分じゃなかったのか？なんでカウント3になったの？2。話を聞いて。ワン。よし、じゃあこの名前で行こう。その名に恥じぬようしっかり頑張りな。はい。